はい、はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。はい、ね、毎日とか頑張っていきましょうってことね。頑張っていきましょう。はい、最近山手線のさ、中心に行ったじゃないですか。うん、今もう山手線から200キロぐらい離れてるところね。そうですね飛行機だね。アメリカなんですけど。アメリカじゃねえ。あそこの文房具屋さんがちょっと俺の経営がちょっと危ない危ないというか、いろんなお話を聞いて、で、なんかじゃあここで企画を取りたいと。そう、奇跡的にね、これを発見したんですよ。カラフルコロピカ泥団子製作ギター赤黄青。そう、信号なんですよ。すごっ。塗料なんですよね、ここは。黄色、青、サラコナ。サラコナって普通にね、泥団子作っても面白くないんで、とりあえずトミーには3色のちっちゃい泥団子をね、前回みたく作って、うまいからすごい上手ね。僕は、この3色を混ぜた泥団子をちょっと作って、この色の原則で言ったら真っ黒になるはずなの。 35cc って1杯ってこと？計量できないんですよ。1杯何 cc だ。おい、こっち1杯 10cc。 じゃあ10cc。 3.5 杯って 20cc、 25cc。 え？独特かよ。はい、 OK。 はい、全部出しちゃって。うん、これ泥団子ってやっぱハマっちゃうよね。大人になってもさ、大人になったからみたいなのあるしな。公園とかの、土が不衛生かもしれないっていう心配で、みんな作ってないんだって、小学生。今悲しくない？小学生泥団子作ってないの？ちょっとそこの小学生で見てる君これ買わないで、その辺の土で作って。いや、なんでだよ。不衛生はあなたたちのせいじゃない、僕たちの代のせいだからな、きっと。そう。あ、でも結構綺麗。できた。できてねえよ、お前。次にサラコナを周りにつけます。すごいな、すごい。ほら、こういう貯金箱に。それ貯金箱じゃなくて泥団子なんだけどなはい、赤を転がす。あ、すごい、つく。はい、青入れたら別に。これが一番食えそう。俺右手黄色やって、左手で赤やるわ。俺じゃあ右手青やって、左手全色やるわ。なやば、左手お前の利き手じゃないんかいっていう話になる。何色になると思う？黒なんのかな、クレヨンパターン。あー、どっち？カメラ持つ手ある。もう手、カメラが真っ黄色か真っ赤になる。熱いカメラ。これ今トミーの腕に乗ってます。行きます。お前サラコナじゃねえか。黒でもねえしなん、汚ね。赤、青、黄色、白。白って言うな。黄色、ピカピカの黄色だね。ちょっと黄土色感があるけど、ピカピカだよね、光ってる。すごい、これすごいよね。な、地球みたい。なんかほら、いや赤、赤、もうこれ本当にミニトマトみたい。はい全色混ぜた泥団子です。普通に光ってる泥団子じゃん。これを今から燃やして、水かけて、これどうする？電気。いや電気も当たってる電気当たってるわこいつとこいつはなくなんなこいつは多分もっとピカピカになる育っていく。これを落とします。いや、そいつだけ荒いわ。はい、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日、ありがとうございました。